小さい頃ね、その小学生の時とかはよくね、そのお友達とお手紙交換とかあったからね、よくその買ったりしてたんですけど、こうやってね大人になってショールーム配信をしてみんなに送るってなって、こうやってあのレターセットをまたね買うことができて、なんかすごいね懐かしい気持ちというか、そうけどもとても嬉しい気持ちです。どうもルータンこと桜葉ルリです。始まりました、桜葉ルリチャンネル。今回もご視聴いただきありがとうございます。よかったら最後まで見ていってください。はい、今回の動画はシナモン商品紹介動画になります。最後まで見てください。はい、今回ご紹介するのがこちらです。ドーン、ぬいぐるみじゃないよ、このね、あ、光、はい、来た、このねレターセットでございます。こうやってなってて、ここね、でここを開けるとたくさんのねお手紙セットが入っています。はい、でまずちなみにねこれ2つ買いました。でまずね、なんでこのレターセットを買ったかと言いますと、あの私ショールームを毎日配信していて、で結構定期的にイベントに入ってるんですね。でイベント終わってからの貢献ランキングっていうのがあって、でその貢献ランキング上位5名の方にはお手紙を書いてるんですけど、今まで、まあ、シナモンのレターセットも使ってたんですけど、それだったりとかディズニープリンセスとか、あとはまあシンプルで可愛いやつとかを使ってたんですけど、そのサンリオショップをねちゃんと見たらあったんですよ、レターセットが。あっと思って、でこれ1セット400円ぐらいだったかな。で、あの柄もめちゃくちゃ可愛いし、これでちょっとね、いつもお世話になってる、応援してくださってるファンの方にちょっとこれで書きたいなと思って書きました。そう、最近本当にね、あの応援してくださってる方、こうやって私がシナモン好きっていうのもあって、シナモンを発見したりしたら私に教えてくれたりとか、あとはそのゲーセンでシナモン見つけたらそれを実際に取って事務所にね、わざわざプレゼントして売ってくれたりとか、本当にめちゃくちゃ嬉しいんですよ。そうなんで、こうやって細かいところまでね、あの凝っていきたいなって思って、このレターセット買いました。でもしね、この中身がなくなっちゃったとしても、こうなんていうの、この本みたいなね、これが可愛いから使えるしなと思って、はい、買いました。このレターセットとかに関しては、小さい頃ね、その小学生の時とかはよくね、そのお友達とお手紙交換とかあったからね、よくその買ったりしてたんですけど、こうやってね大人になってショールーム配信をしてみんなに送るってなって、こうやってあのレターセットをまたね買うことができて、なんかすごいね懐かしい気持ちというか、そうけどもとても嬉しい気持ちです。はい、なのでこうやってあのお手紙ゲットした方はぜひあの大切にしてくださったら嬉しいです。あの私自身もすごいね手紙大好き人間なんですよ、昔から。そうで、あのこの活動を始めて、まあもう2年は経つんですけど、その2年をね経った今でも、そのデビュー当初にもらったお手紙とかもめちゃくちゃ読み返します。もう大事にお手紙ボックスっていうのがあるんですけど、そこにね、あの今までもらった手紙全部保存していて、保管していて、そうたまにね読み返したりするんですよ。結構ね、そのさ、この時代 SNS で何でも送れちゃうじゃないですか。リプとか Twitter のねリプとかもそうし、 YouTube のコメントとか、まあ、何でももちろんあの言葉をかけることもできるし、もちろん私自身も嬉しいんですけど、やっぱそのお手紙ってわざわざその紙とペンを用意して書くっていう、その時間を取ってくれることがすごい嬉しいし、やっぱその手書きで書いてくれるのって気持ちが何十倍も違うなって、何十倍何百倍違うなって思って、そうすごい好きなんですよ。書くのも好きだし、そのもういただいたねものは本当全てね私の宝物です。そうありがとうございます。はいそんな感じでね、このねレターセットなんですけど、セット内容をご紹介していきます。まず1個開けますね。
構ね、こういうレターセットってさ、封筒が少なかったりするじゃないですか。そう、だからね、あれなんですよ。これ結構入ってるから。はい、開けた感じ、こんな感じです。まず、レター、お手紙の方ですね。お手紙の方が4柄で各5枚入ってます。出していきますね。はい、まずね、お手紙の方がこちらですね。これが同サイズ、こっちがね、線ありです。で、こっちがなし。で、こっちいろいろね、シナモンフレンズがたくさんいて可愛い。あ、こっちもいるか。すごいね、可愛いです。これが各5枚ずつ入っています。紙もね、しっかりしてます。薄いのじゃなくて、しっかりしてます。で、次がこれです。今紹介したのと、もう一回りちっちゃいぐらい。こっちが線ありですね。こんな感じで比較すると、大きさを比較するとこんな感じです。ここ上の分かるかな、こういう感じです。で、次に封筒です。封筒がね、2種類の5枚ずつ入ってました。で、こっちのシナモンさ、このなんていうの、お休み帽子かぶってるのめちゃくちゃ可愛すぎない？後ろとか、いやー可愛い。で、こっちが、いろいろ、こんな感じです。シナモンフレンズがいる、かわいい。で、あとですね、この小さな封筒とメッセージカードもついてきました。これは郵送できませんって書いてあって、郵送できないサイズなんですけど、こっちが封筒で、こっちがメッセージカードですね。です。これも可愛いからメッセージカードとかつけられるときにつけたいです。で、最後についてるのがこのね、シールです。このシールなんとね、55ピースもついてるみたいです。みんなシナモンフレンズ、シフォンもモカちゃんもカプチーノもエスプレッソもミルクも。いいのも、はい、こんな感じです。たくさんついてる、四角いね、小さなシールがたくさんついてます。かわいい、いろんなとこに貼っていきたいと思います。お手紙もそうだし、あとお礼のチェキとかに貼れそうだったら貼っていきたいと思います。はい、そんな感じでね、今回の動画は以上になります。今ご紹介したのがサンリオショップでゲットできるシナモンのレターセットでした。今後もね、ちょっとレターセット増えるようだったら、たくさんね、買いだめしていきたいと思います。はい、最後まで見てくださりありがとうございました。ちょっとでもね、いいなって思ってくださった方、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。コメントもすべて読んでるので、気軽にコメントお待ちしています。この YouTube チャンネルは毎朝7時に動画更新してますが、ここにはスプラトゥーン2のゲーム配信だったり、ライブ配信のアーカイブも残ってますので、よかったらご覧ください。そして、この YouTube の他には、ショールーム、Twitter、ファンビーツ等もやっていますので、ぜひそちらもフォローいただけると嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いしましょう。以上、ルータンこと桜葉ルリでした。バイバーイ。